疲れ様です。はい。今週の日曜日に、はい、広島がカードあるじゃないですか。あ、広島へ、はい。ちょっとそこで、BS 吉本のニコイチ出張という番組のマネージャーと担当芸人が、まあ、その出張の様子を僕がカメラで密着するという番組をちょっと撮らせてほしくて、はい、ちょっとよろしいですか、広島がついていって。何を隠そうね、このカメラを持ちし主の池本くんの故郷だからね。そうなんですよ、ちょっと広島ということもあって、広島の吉本、広島吉本もちょっとご紹介できたらなというのを考えております。いいのか、そんなことをして、そんなことで実家に帰ったりとかした方が確かに いいんじゃないのか。じゃあ一緒に帰ろう、一緒に実家帰って一緒に帰ろう、挨拶したいし、ちょっと両親に聞いときます。マジで全然行くよ。あ、すいません、ありがとうございます。いいんだった、ちょっとぜひ、ちょっと広島を、はい、もうちょっとご紹介させてください。広島、はい、本当にお願いします。じゃあよろしくお願いします。お願いします。どうでした広島のカープドリル。めちゃくちゃ都会、めちゃくちゃ都会、寸分ずるです。おはようございます、吉本興業入社4年目の池本と申します。男性ブランコさんを担当しておりまして、入社1年目から担当をずっとさせていただいております。今日は広島吉本で、ライブがありますんで、そこの密着をさせていただきます。広島の出身でして私が、なので広島の良さもちょっと伝えれたらなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、合流できるか分かりませんけれども、ちょっと集合場所といいますか、ところまで行きたいと思います。24番線に79分発、のぞみ9号博多行きが到着いたします。おはようございます。おはようございます。ちょっとこれから広島に行きましょう。広島に向けて、はい、ちょっと一言だけもらっていいですか。広島に、今日の広島の皆さん待っててください。行きますよ今から。ありがとうございます。4時間4時間です。ちょっとゆっくりしてもらって、はい、また後ほど合流しましょう。後ほど。では、ありがとうございます。お願いします。お願いします。めっちゃうまい。うわ。若鷹のお好み焼きです。サンモールがあるんですけど、そのところの。サンモール？ショッピングモール？いや、めっちゃうまい。これがお好み焼きか。はい。麺が入ってるんですよ、広島のお好み、うん、めっちゃうまい。どうもこんにちは、男性ブランコと言います。よろしくお願いします。嬉しいですね。ちょっとね、いきなり質問なんですけれども、はい、我々男性ブランコというコンビをですね、はい、どっかでちょっと何かしらでも見たことがあるよとかでちょっと手を挙げてください。せーの、よいしょ。うわちょっと風邪来ましたよ今。手を挙げる時のわっていうのが手数が来ましたね。手数来ましたね。ファンステメお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、初めてのエディオンホール。いや、楽しかったですね。なんか暖かかったな。暖かかったですね。平井さんはどうでした、エディオンホール初めての。いや、でもやっぱりなかなかそのむずあんまうろうろすんな。温かいお客さんがいっぱいで、見てないですね、これに車に
すごいよ、ケータリングがもうお好み焼きを。お好み焼き、ありがたい。岡高のお好み焼きです。岡高のお好み焼き。申し訳ない、俺はちょっと食べちゃった。はい。本当はね、あのみんなであの店行くよって食べに行こうと思ったけど、しっかりそうライブの構成上、うん、ガチガチに最後まで言いなければいけないです、ね、そうなんだよ。そういうエンディングがあるからね。だから俺この間にだから俺はそのお好み焼きを食べる前の俺が漫才をして、エンディングではお好み焼きを食べた後の俺が皆さん前のそれ気づいてくれる。あ、もしかしたらお客さん気づくのかな。違い、あれなんかお好み焼き食べてないですね。違和感を探してほしい。お前食べてるだろってすごいな。めっちゃボリューミー。もうまるまる焼きそば。本当にこの雪山登れる。これで3日間いただきます。カロリーもすごいですよね。わ、すごい、かわいい、うまっ。あのめっちゃうまい。ひっくり返すってなんて言うんだっけ。コテコテコティちゃん、キティちゃんならぬコティちゃん。うまい。高のコティちゃん、リボンリボン、ね、コティちゃん。すごい、一枚一枚。いや本当ですね、手書きよね、これ。手書きですよ、この。こういうのってやっぱりさ嬉しいよな、うん、また頼もうってる。これこういうのが多分な大事なんだと思う。いろんなライブにしろ、うんうん、ホスピタリティっていうの、いやホスピタリティっていう言葉を使うのがちょっと申し訳ないかもしれない。優しさのぬくもり、ホスピタリティ全部じゃない、使ってる。まあでもどう、うまい、どう、めちゃめちゃうまい。でソースうまっ。そうなんですよ、お好みソース、お好みソースめっちゃうまいの、うん、でこれ大阪とちゃうな、うん、ソースの感じというか、あ、全然違いますね。味もなんか全然別物と言っていいでしょう。ちょっと甘めで、うん、甘いんですよ、お好みソース、うん、で焼きそばがもうパリパリ、パリ、これ嬉しいよな、うん、このパリパリマジで嬉しい、うん、この、うん、あんまりだからそのパリパリって言葉も使いたくないけど、うん、しっかり火が通って、火が通って食感がね、うん、楽しい、うん、楽しい、パリパリ。いや使ってるやん、うん、使いたくなかったのにすぐ使うやん。めっちゃ食べてた。あ、もちろんです。もう広島県民はみんな食べてます、し、なんか部活終わりとかやっぱすごいじゃないですか。いや、これはいい。これはあの運動部のね。そうです。もう楽しみで。運動部たちはもう土日の昼練とかで終わった後、みんなでチャリで行って、うん、楽しい。もう今度はペロリやろうな。ペロリでした当時は。このさ、うん、キャベツ、はい、あの千切りどころじゃない。めっちゃ細いよね。ああ、そうですね。キャベツ。確かに確かに。めっちゃ細かく切ってる。そう。細かく切っ、もう不謹慎かもしれないけど、細かく切ってる。不謹慎だよね。いわゆる広島焼きって言うやん。多分広島県外だったら。広島焼きって絶対言わないですもん、広島県民。これがお好み焼きやもんね。はい。で、関西風お好み焼きって言うんですよ。ああ。どっちに馴染んでるかっていうだけだから、うん、別にどっちがね発祥だろうが、だから要は美味しかったらいいな。そうです。本当に名前がどうあれね。いや本当に、うん、どんな美味しいと。そう。吉本だろうがね、どのね事務所に所属していようがね、面白いものはみんな一緒なんだからさ。ここでそんな。こんな寝ぼたいもんで、ちょっと今突然蹴り込まれないちょっと待ってる。あの芸人っていうのだけでもうどんな、それだけで別にな、吉本の芸人とかわざわざ言わないで、芸人さんってことですよ。芸人さんでいいんだもん。それでちゃんとで芸人さんは何が 目的、結局は笑顔になってほしいっていうかさ、いやそう、お客さん見たお客さんがこう一歩こうなんか踏み出す、うん、手助けするというか、それが目的なんだ。それが目的なんだ、はい、うん、それあるよ、こまごまとしてさ、ちょっとなんかなんていうの、あのやりたいことあるとか、モテたいだの、お金儲けしたいとかさ、なんか目立ちたいとか、そういうのもあるんだろうけど、はい、一番のね、その先にある一番のやつ、やっぱりお客さんね、笑ってほしいっていうね、そっちの方が自分も楽しいしっていうのがあるわけ、うん、コンビでやっぱりバランスを取らないといけないと思うんで、うん、僕はお金が欲しいです。
お金を稼ぎたいです。平井さんは。でも平井さんさっきこれ食べてた時にご飯はとか言ってたんですよ。白ご飯いけるわみたいな。いけるわけがないんです。広島県民からしたら。で絶対お腹いっぱいになる。これで全部入ってるもんね。はい。普通に俺はさあれやねあれやね全然 お好み焼きでご飯食べれる。あなんかその関西の麺が入ってないやつ。そう食べよう。うん食べてたよ。あそうなんですか。マジでそのイメージないです、ね。普通にご飯だご飯と一緒に食べるもんだって感じ。そうなんですか。十分。これ一玉。一玉です多分。うん一玉ですね。だから二玉とか。エアー白米エアーライスしてる。うまい。減らんもん。合うかい。エアーライス。美味しそうっすね。久しぶり。もうかなり久しぶりです。広島じゃないと食べれないんで。寄りすぎでは。マヨで。残り一口。残人。残人です。残人が。近いねんて近いねん残しとのやつアップで映すなよあんまり残しと書き込んでよ残しとあの追いかけろ残しとあれ急にあれ残しとなんでだよなんで残しとが あまりにもう終わっちゃうのが嫌すぎて不手にしたってこと終わるのが嫌で味わった方がいいって絶対飯が終わるや残人しかないもん残人しかないでも正直マジでたくさん差し入れしてくれてたから、うん、もう一個ありますもう一個食えるんやったらいけると、はい、あ終わった、うん、ごちそうさまでしたごちそうさまあそう殻の容器山アップル映し見たくないでしょ。いいよその殻のインサートの殻のインサート。殻の蓋のインサート。殻の蓋も。三二インサートいただきました。二番手。インサート。ゴミを取る。三二はいいただきました。はいインサートいただきます。三二一はいいただきました。どこ取ってんの。まずは原爆ドームから行きます。ここまっすぐ行ったらもう原爆ドームです。あ、マジ14分ぐらい。毎日か。現在ライブの合間でございまして、はいはい、ちょっと、池本くんが案内してくれるということで、はい、観光をちょっと、そうですね。お二人が行ったことない街ブラをさせてもらいましょう。本当に初めてだから、初広島。楽しみですね。これはマジで修学旅行以来小学校の修学旅行の時どこ行かれてたんですか。でも本当に、原爆ドームと、平和記念公園と宮島もうベタベタ宮島ってあれやっけ鳥居あるところ海の中の、うん、鳥居があるところめちゃくちゃベタにもみじまんじゅうお土産で買った袋を宮島の鹿にかじられるというベタな思い出は持ってましたねちゃんと、うん、そのトロフィー取ったんやそう袋を鹿にかじられた時に、うん、ペコーンって俺トロフィー獲得のトロフィー獲得出た俺俺やってないよなあれ宮島ってさ、はい、でっかいしゃもじのやつは違う。あ、そう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 。あ、俺行ったわ。あ、でも市内は来てない。この原爆ドーム前行ったことある。ああ。本当に始めました。ここら辺は始めた。あ、ほんまもう、どんと公園が出てきた。ここ、折り鶴タワーです。折り鶴タワーちょっと後ほど行きたいです。折り鶴タワー。あ、これもそういう、なんか施設なの商業施設なの商業施設。なんで折り鶴なんだろう。あ、いい疑問ですね。ちょっとそれはこれでわかります。うわこれが原爆ドーム。はあ。こっちから。初めて生で見た。マジ24年ぶりだ。
事前にさめちゃくちゃ勉強していくから、ああ、ね、なんか教科書とか、ね、教科書とかそう「裸足の弦」とか、はいはいはい、見てうわっって「裸足の弦」とかもとんでもなく衝撃的な漫画だからな、うん、そのままにしてるんです。正式には4回工事行われてるんですよ。あ、だからその崩れないように、ね、そうです。でもなるべく当時のままを残したまま保管工事というかをされてる。がれきのところとかもうそのままできる限りそのままに、ひん曲がった忠実にってことだよね。そう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 、その当時のままこうしてあるんだね。もうだってここが爆心地から約600メートルの場所。え、めっちゃ近いよ。なんか広島県の小学校はもう、うん、これもなんで折り鶴を折るようになったかっていうのが、うん、佐々木貞子さんっていう、はい、まあ、当時2歳、うん、ちょっと年齢わかんないですけど、うん、に被爆された子で、はいはいはい、で白血病とかで病院にずっといたんですよ、うんうんうん、多分10年ぐらいいたんですけど、はいはい、その時にあの薬の紙あるじゃないですか、うんうん、なんか白いなんか粉薬の、うん、それで、はい、もう折り鶴をずっと折ってたんです。あ、その方が、はい、で千葉鶴というか、あ、そこから来てるんです。我々はもう全員学ぶんでこれを、うん、多分最初にね、はい、これも有名な建物、モニュメント像です。モニュメント、あそこの目の前のあのちょっといびつな建物あるじゃないですか、はい、あれが折り鶴タワーです。折り鶴タワー、今から折り鶴タワー、はい、ちょっと行きたいなと行ってみましょう。わかりました。今日はそんなに人多くない、多くないです。これは多分、ああ、で今日日曜日よね。日曜日よね。日曜日です。多いはずなんですけどね。それは多分東京の人口に慣れすぎたせいだよね僕が都会に染まってしまったがあまり、しまった最強線に染まってしまったんだよね。言わなくていい最強線に染まった人の多さに人は多いですけど、乗れないほどの、そう、一本乗れないほどの多さに変わっちまって、変わっちまった、ね、僕も変わっちまったってことですね。そうだよ、そう、フロントラインさんの漫才めっちゃ広島弁じゃないですか、うん、もう懐かしくて、ああ広島弁だね、ほんまにジャケとか、そう、本当にあんな感じで喋ってたなっていう。ジャケのどこで撮れたの、大学の時に撮れた、大学の関西圏にやられました。やられた御堂筋に染まっちまったか僕なんで路線で染まる、路線染まる御堂筋に染まっちまったな、染まった後ごめんなさい、最強線にあれが宮島に行くの？あ、まや、電話っぽい宮島。わー、見たことないです、ね、調べたい。ここも折り鶴です。ここも折り鶴、はい、折り鶴のエレベーター。折り鶴折れます？俺、でも久しぶりな気はする。なんか折り鶴折ること自体が、そう、一望できますよ。すごい景色、すごい、めちゃくちゃ都会やん広島。言ってるじゃないですか。めちゃくちゃ都会、めちゃくちゃ都会だ。ドームみたいな。よく気づかれました。あれエディオンスタジアムと言いまして、新しく作られる。そうじゃん。間もなく完成します。エディオン、そんなすごい。すごいやんか。こっちは上からも見れるようになってんだ。そうです。なるほど。わあ、すごい。上から見たらまた見たことなかった。初めて見た。ちょっと中の様子も見れるから。そうですね。なんかね、より見えてつかった。変わる。変わらない。この青い建物あるじゃないですか。この色。はい。ここが爆心地。だからここの上空から。え、はい、だからもうこの距離か、この距離で、本当にだからもう何もなくなったってこと、はい、この建物。ごめんなさい、600メートルってこっから上空です。上空600メートルで爆破して でそこの距離、ああ原爆ドーム、こんなにもう爆心地からめちゃくちゃ近い、近すぎて残ったんですかね。あ、っていうのもあるかもしれない、ね、ああ、なるほど、衝撃波でこう来るっていうのが、確かにこの上ですから、うんうん、
うわーすごっ。じゃあこの壁ボールアートだ。これがボールアート。オリズル広場です。オリズル広場だ。お好きな柄をお選びください。スロープ沿いに上から20代から90代広島ゆかりのアーティストさんの絵柄になっております。あ、さっきの壁の絵ですね。そうですね、あの7色の虹色カラーの招き猫ですね。これが白いカラスで、白いカラスください、はい、あのありえないものとして書かれてまして、爆心地を見てます。スロープ沿いに書いてあります、はい、1番ですね。こちらの光に向かって発っていってという原爆の継承、三浦先生。じゃあ追ってください。はい、わ、完成形で会おう。完成形で会おう。じゃあ完成形でお会いしましょう、後ほど。完成形で、はい、よくできました。できた。大空へ羽ばたけ。あ、いい。あ、めっちゃ綺麗ですね、はい、寸分の狂いなしですね、はい、すご、寸分の狂いなしずると名付けました。寸分ずるです。 ありがとうございます寸分ずる。寸分ずる。すごい、でもめちゃくちゃ綺麗に折れてる。不器用、不器用なつる。嘘、自分ではできたと思ったんですけど、これは良くないよ。これだってほら見て、我が翼、我が翼との差。まあ味があってね、いいんじゃない。味があってね、味ずる、味ずるです。こちらこちら寸分ずる。あ、あ、すごい膨れた。うわー、めちゃくちゃ綺麗。でけた。柄がすごくいいよね。柄がすごくいい。柄よし。ということで、イーズルと名付けよう。柄は、イーズル。柄のことを言うてほしかったな。願いを込めて、そうです。投下。投下する。はい。はい。じゃあ、行きましょう。我ら。我ら。サンバガラス。つるやい。うわあ、すごい。おお、下すごいね。こんな下まで行くの。わあ、ここ。すごー。うわ、はれえ。うわー、すごい。じゃあここに投入するってことね。そうですね。入り口からお願いします。はい、願いを込めて。願いを込めて。いや。わあ、降りてた。おお、すごい。降りてた。いや、お、ふわっと、お、あ、待って待って。行った行った行った。おお。ああ、来た、すごい。祈りを込めて。行け。おお、回転してる。めちゃくちゃ回転してる。生きのいい。うん、綺麗。ごめん、全然多いか。全然大丈夫。手前の、いや大丈夫です。手前の柱にピントが合っちゃったじゃん。いかがでしたか、オリズルタワーは。展望がすごく綺麗でした ね。もうずっと入れましたね。うん、なんか本当に精錬されてるというか、全てが、はい、綺麗でしたね。